自由民主党の岡田博史です、えー、まずあの梶山大臣にお尋ねをしたいと思います大臣の所信の中で昨年東京圏への転入超過が約12万人に上りこの15年間で地方の若者が500万人以上も減少しましたという報告がありました大変びっくりを致しましたが 東京への一極集中の抑制がなかなか進みません2020年の東京オリパラまでは人口増加が進んでいくのではないかと考えています町人仕事創生総合戦略が今年中間年を迎え地方創生待ったなしであります地方の減少人口減少が進むとさまざまな問題が出てきます昨日テレビで報道されておりましたが 山,山梨県の人口1000人くらいの村でお寺の檀家が15件になってしまった村に住んでいる人は2件という報道でありましたがそこでお寺の上が維持ができなくなって住職が朝9時から午後2時まで近くの旅館でお掃除のアルバイトをしている時給800円という報道でした。で 1>, 1か月20日、この月給8万円をもらって、生計を支えてお寺を、下りをしているというショッキングな報道がありました、これは例の一つでありますけれども、このような状況を打破するために、地方への新しい人の流れを作るため、ライフステージに応じた施策の強化に取り組んでいくということは大変重要だと考えています。その中で、今日は地方大学づくりに視点を当てていきたいと思います。 地方の源泉である若者がそれぞれの分野で日本全国のみならず世界中から集まるようなきらりと光る大学づくりを進めるというのが初心の中にありました。街人仕事、街に仕事がある、そして街、えー、に若い人が中心に人が集まってくる街づくり、これは大変重要だと思いますが。 秋田県に国際教養大学というのがありますが、ここはすべて英語教育でやっています。1000人の約1 0さんが学生がここで学んでいるということでありますが、しかしいざ就職になりますと、どうしても秋田県に働く場所がないので、9割は県外へ移ってしまうという状況のようです。で立命館が18年前に 大分県別府市にアジア太平洋大学を作り、開学をいたしました、ここは現在6000人の学生、まあ、その他に教授陣もいますから、たくさんの方々が別府に住んでるわけですけれども、そのうち学生の半分、約3000人は、アジアを中心に海外から来てる留学生ということになります。 でここでは経済効果を測りましたら5年前の数字では約70億という数字が出ております。町が大変にぎわいを見せて春祭り、夏祭りすべて学生と行政が協調しながらやっているということも報告をされているわけであります。立命館大学は京都が本部でありますが京都から今の滋賀県の大津に23年前に 学部を分けました理工学部中心に分けまして現在は京都の絹笠本学が1万6000滋賀県の大津1万5000人そして茨城にもキャンバスを開設して6000人ということで京都滋賀大阪ということで分散して教育を行っているわけでありますそういう中でまさにこれからは人口減少社会の中でなかなか学部 解説の問題等ありますけれども、しかし、世界に目を向けて、地方、きらりと光る地方の大学づくりを進めていくという、この考え方、梶山大臣、述べられておりますので、具体的な方策等につきまして、この考え方をお尋ねをしたいと思います。梶山国務大臣 先ほど岡田委員からお話ありましたように、この15年間でまあ地方の若者、15歳から29歳までと捉えておりますけれども、正確には532万人が減少をしております、また東京県への転入超過数は、近年10万人を超える規模でまあ推移をしている、そのほとんどが若者であります。 地方創生の開始から3年が経ちますがこの流れにいまだに歯止めをかけられていない現実がございます若者こそが地方の活力の源泉である若者が将来に夢や希望を持つことができる元気な地方の創生に国を挙げて取り組んでまいる所存であります、まあ、そのために地方公共団体の長が、えー、リーダーシップを発揮して三官学の連携のもと 地域の中核的な産業の振興とその専門人材育成に 今期で取り組む地方に対して重点的に支援をするために新たな交付金の創設について今検討しているところでありますまた先ほどお話ありましたけれども大分の立命館大学、えー、観光に特化した学部もございます、えー、これで、えー、この地域にホテルの誘致ということも実現しそうであります、まあ、さらにこの地域も観光地ということでそういう形で、えー、地方の地域の中核的な産業の振興と合わせて 大学の振興も図っってていければと思っておりますこの他にもいくつかございますけれども、そういうところが、えー、と地方公共団体の長がリーダーシップを取って、まあ、産業と大学を結びつけていく、さ、ま、ら、あ、には金融も入っていって、まあ、その後の産業の取り組みにもつながる、そういった形で、こういった制度を活用していければと思っております。えー、このはいあの 立命館は観光を作ろうとしているということで、えー、ホテルの誘致も今、えー、実現しようとしているところだということであります。まあ、こうした取り組みによりまして、先端科学や、えー、観光、農業といったそれぞれの分野で、えー、全国からだけではなく、世界中から、 学生が集まるような、ひらりと光る地方大学づくりを進めていく、そして、えー、その若者たちの活気で、えー、地域の活力が戻ってくる、さらにまたその人たちがその地域のに根ざした産業に就職できるような地域づくりをしてまいりたいと考えております、はい、あの大臣から答弁ありましたように、まあ、アジアあ、別府にあるアジア太平洋大学を例に挙げましたけれども、ここはやっぱり、 経済効果だけではなくして、やっぱり、えー、海外の学生と交流をする、えー、街が変わってくるということでは非常にあのいいことなんだろうと思っていますけれどもあの、卒業生の人たちはみんなあ別府大分を中心に、しばらく海外の方も日本で、えー 仕事をしたいという気持ちをほとんどの人が持っているということでありますけれども、なかなかやっぱり大分県でも仕事が、まあ、別府なんかは観光産業ありますので、そこに勤める方もいらっしゃるようでありますが、そういう仕事という点も非常に重要だろうというふうに思っております。私私ののの梶山大臣も私もも、茨茨城城ですけれども茨城はは、10万人当たるの1指数とと、いうのはあの全国から比べると 埼玉に次いでワースト2という、そういうデータも出てるんですけれども、梶山大臣のおそらく地元も、水戸から北は医療過疎になってるんではないかと思いますけれども、厚生省は医師については約30万人がい,いるから充足されてるということは言いますけれども、しかし、地域偏在とか診療科目偏在ということはあるわけでありますから、ここのところを直していくということ、大変重要だと思いますけれども、であの茨城300万 約県民でありますけれども、まあ、筑波大学に医学部があるだけで、茨城県立医療大学というのは医学部がありません、え今度、数年前、茨城では早稲田大学が医学部を作ろうという動きもありましたけれども、そのまま立ッチになったと、そういう状況を考えると、茨城でも新しい大井川新知事が誕生してえ、この医学部誘致等については、一つの考え方も持っているということでありますけれども、やはりあの医療分野でも、医療の、 進歩も日進月歩ということで大変目覚ましいものがありますし地方の医師不足対策をはじめとしてこれから遠隔医療というのは大変広がってくるんだろうと思っていますさらにあの茨城ではロボットがあります筑波ではロボットスーツ春というのを介護ロボット世界で一番でありますでロボットについては 世界の輸出の中の日本は半分ですから世界一ということになります産業ロボットは少し韓国やアメリカに個人を配していますが会話ロボットとかこの介護ロボットは世界一ということでありますそういうことで、えー、東京オリパラ2020年にもワールドオリンピック ロボットオリンピックというのも開かれこれからロボット産業は成長産業になるんだろうと思っていますそしてさらに筑波にはノーベル賞をもらった江崎宏奈博士とかあそれから今度小林誠先生あるいは白川 秀樹筑波大の名誉教授とか、そういう方々もいますし、宇宙工学も大変盛んです、え森、ー、明さん、そして星出昭彦さん等も筑波で仕事進んで仕事をしているという、まさに宇宙があり、ロボットがあって、筑波は昨年、G7 の科学技術大臣会合も開かれまししししたたこういういいい医医療療につてても遠隔ををはじめとした新しい分野そしてロボットを活用した。 介護現場の生産性向上とか、科学技術、イノベーションを連携する夢のある大学を作って、世界から入学者を呼び込んでくるということは、大変大事なことだろうと思いますが、これは一つの夢でありますけれども、政治は夢をに向かって努力をするということでありますから、こういう考え方についての梶山大臣の政治家としての考え方をお聞かせいただければと思います。梶山国務大臣 あのそれぞれの地域で熱意あふれる提案があれば、しっかりと取り組んでいくということであります、それぞれの地域の実情に合わせた、またあその地域の人たちの考え方をしっかりと提案していただくことがまずは大事でありまして、熱意のある地域には、あ地方創生版3本の矢でしっかりと支援をしてまいります岡田宏君。 したいと思いますけれどもこの一億総活躍社会の中で地域包括ケアシステムの構築というのは大変重要になりますもう地方創生の観点からもこの中高年齢者が希望に応じて地方や街中に移り住んで地域の住民とともに交流をしながら健康でアクティブな生活を送って必要に応じて医療介護を受けることができる 地域づくりを目指すすとということは大変重要ですその中でも私は障害学習社会の構築というのはとても大事だろうと思っています。GDP600 兆円を目指す女性も高齢者も働き働き数字を目指すことは悪いわけではありませんけれども物心両面という言葉があるように物も心も豊かな日本人を育てていくということのためにはやはり この学びののの場ととといううはてても大事だろうと思っておりますこの障害学者活躍の町構想については、まあ、現在のところ認定17市と町ということでありますけれども、まあ、これからさらに、えー、梶山大臣の努力で増えていくんだろうと思っていますけれども、これの推進方策についてもお尋ねをしたいと思います。梶山国務大臣 まあ、今お話にありました日本版 CCRC 障害活躍の街ということでありますけれども各地域における実現に向けた取り組みを支援するために政府としましては地域再生法に基づいて手続きの簡素化の特例や地方創生推進交付金等の活用を希望する団体の地域再生計画を認定をしているところであります関係府省が連携する障害活躍の街形成支援チームを通じた 取り組みの支援もしているところであります。また、構想の具体化に向けたマニュアル等を作成等により、自治体の取り組みをまあ、現在まあ、支援もしているところであります。ですから、あの計画の段階から計画というは構想の段階からいろいろご相談いただければ支援をしていくということであります。現在、全国で79の自治体が障害活躍の町に取り組んでおりまして。まあ、茨城におきましては、笠間市や網,網町において障害活躍の町。 する取り組みを今進めてていると承知をしております今後ともノウハウの提供等を通じて、好事例の横展開を図るほか、取り組みの推進意向のある団体や関連する取り組みの掘り起こしを進めるなど、地域の特性に応じた魅力的な生涯活躍の町の取り,組みに取り組みを積極的に支援をしてまいりたいと考えております岡田博史君、はい、あの先ほど大臣の答弁の中で、あのやはり地方創生、 まさにあの新しいアイデアを出していく、私、よく仕事の書き込み子ということどを使いますけれども、新しい政策を実行するときに、まず考えることから始まって、そして基本に忠実に工夫して経過して行動する、特に創意工夫、アイデア、限られた財源の中でいかに市民福祉の工場にお金を使うかってとても大事なことでありますけれども、そのときに答弁にありましたように、地方公共団体のトップの考え方が非常に重要です。 そういう中でこの地方創生推進交付金等の使い方についても内閣としてはこの今年の1月にも山本大臣のときに東京都、大阪、福岡でトップセミナーを行っていますしかし私は地元に帰って各市長に聞くと全然こういうセミナーをやっていること自体を知らないという。 ことであります。東京大阪福岡でやるというのは新しい。こういう地方創生ため、いろんな工事例を紹介したりなんかするんでしょうけども。それはやはり東京大阪福岡でやったという形を作るってことだけ、えー、なのかなという気がいたします。やっぱり本当にこの地方創生まったなしということであれば、梶山大臣のもとでやっぱり全国各県都道府県市長会となります。町村全部集めて。 あるいは議長会まで集めて、そういうセミナーを大臣ばかりじゃなくて、副大臣、政務官、そして役所の担当、これ、いるわけですから、海外にえ政,務政府三役が、 海外に会議で行くのと違って地方の創生というのは今一番内政の中で大事なことでありますからこういうことを使ってもちろん土日もそうですけどもしっかりとあのトップセミナーでそこでやっぱりこういう地方創生推進交付金の一 お金の使い方アイデアを出してもらうということをもう少し広げていくということが大事なんだろうと思います全国地方六団体全国市長会の会議も東京で行われるあるいは青年市長会もありますそういう中でやっぱり、えー、PR をするということを非常に広報することころ大事だと思いますのでここをぜひよろしくお願いしたいと思いますがいかがでしょうか梶山大臣 地方の重視的、主体的な取り組みを支援し、目に見える地方創生を実現するためには市町村長をはじめ地方関係者の国、地方関係者に国の支援施策等を十分に理解をしてもらう必要があります。まあ、新年早々には地方創生市町村 市町村長トップセミナー先ほどお話ありましたけれども、来年も開催を予定をしておりまして、私が全国の市町村長に対して、地方創生の理念や制度の周知、さらにはその活用方法等について説明を行ってまいりたいと思います。まあ、そのほかにも、えー、青森県、高知県において、試行的にサテライトオフィスを設置し、まあ、出ていくわけですね、出ていって交付金の活用方法等について、市町村への アウトリーチ支援等を行ったところでありまして、来年度はサテライトオフィスの箇所数を増やすことなどにより、その充実を図っていきたいと思っております。まあ、その他に事務的には本年10月,10月末から11月末にかけて、全国9ブロックで 地方公共団体の職員や地元、企業等を対象とした地方創生ステップアップセミナーを開催し企業版ふるさと納税など地方創生の支援施策全般についてさらなる活用を促したところでもあります町ひと仕事創生総合戦略の中間年を迎えて最近,、ま、最近では地方公共団体によって 人口減少や少子化に対する危機意識にばらつきがあると感じられるとの指摘も出ておりますけれども、こうした危機意識を地方と共有をして、地方創生を大胆に推進していくために、地方創生の取り組み、周知、広報を徹底してまいりたいと思っておりますし、まあ、トップセミナーのみならず、各段階でしっかりとした、えー、周知をしてまいりたいと思っております岡田博史君。はい ぜひあのこの周知方にはやっぱりしっかりあの広げていただきたいということを要望しておきたいと思いますあの次にあの国立公文書館についてお尋ねをしたいと思いますこの国立公文書館につきましてはあ新たな国立公文書館の基本契約原案が公表をされたところでありますこの原案では新公文書館の機能を 多くの国民が利用する展示、閲覧を中心とした総合的施設としておりますが、多くの国民が我が国の歴史に対する関心や理解を深める機会となる貴重な文書、例えば皇室の行事に関係した記録文書や太平洋戦争開戦に関わる記録文書など、本来、区内公文書館や外交資料館に所蔵されるべき歴史公文書等の一部を新公文書館で 定を閲覧できるようにすることを考えるべきではないかと思いますが、この考え方について、大臣のお考えを伺います梶山大臣。新たな国立公文書館につきましては、本年4月に衆議院議院運営委員会および新たな国立公文書館に関する小委員会において、多くの方が利用しやすい国会前提への 建建設設をを認めめいいただきにに向けてて着実に取りり組みを進めているところでありますご指摘の点につきましては、今後、関係省庁とも調整しつつ、検討を進めてまいりますが、これまでも他の機関から借用資料や複製の貸し出しを受けて、展示に活用していることを踏まえ、新たな施設での展示にあたっても、他機関からの借用資料や、 さらに写真、映像等も活用して、多様な切り口から、えー、各展示のテーマを分かりやすく伝えることが、まあ、重要と考えております、えー、国会前提、この今の憲政記念館のところですね、という立地を生かして、多くの方々がわが国の歴史に関する関心や理解を深められる場となるよう、展示に関しては工夫をしてまいりたいと思っております岡田宏君。はい あの新国立公文書館は、あ今、大臣が答弁ありましたように、国会の前提、憲政記念館、敷地の中にできるわけでありますから、国会見学の方だけでも、衆参合わせて約100万人の方々がおいでになるわけですから、これをさらにこの多くしてもらうということにもなるんだろうというふうに思っておりますけれども、なかなかあの、宮内公文書館とか、外交資料館で展示しても、なかなか、 あの場所も分からないとかで、この閲覧,者閲覧者というか、入館者のカウントって低いですね、展示会を、特別展示をやってるから少し数がカウントされてるんで、なかなかここに閲覧に行く人は私、少ないと思います、せっかくの貴重なものは、やっぱりえ今度の新しくできる国立公務所館で、全国の皆さんをはじめ、世界の皆さん方にえ見てもらうということはとても大事な こととなんだろうといういうに私は思っておりますでもう一点、この我が国の重要な公文書を構成に残していくため、この国立公文書館につきましては、世界に誇れる、この今回の面積等を見ても、世界から比べるとちょっと小さいような気がしますけれども、しかし、立地の関係もありますので、これはこれで理解したいと思いますけれども、しかし、あのー、 取組をぜひあの、世界に誇れる公文書館を作っていただきたいということを要望しておきたいと思います。でさらにあの行政文書の管理についても、いろいろ今国会でも議論になっておりますけれども、より一層適正な管理が行われるように、見直しが必要と考えますけれども、政府としては、行政文書の管理に関するガイドラインを改正するとのことでありますけれども、具体的にはどのような見直しを行うのか、お尋ねをしたいと思います。梶山大臣。 行政文書のに関するガイドラインにつきましては、今、文書管理委員会で検討していただいているところであります。えー、内容が確定しているものではありませんけれども、現時点での改正点では、政策立案や事務・事業の実施の方針等に影響を及ぼす打ち合わせ等の記録については、文書を作成する、えー、意思決定過程や事務・事業の合理的な後付けや検証に必要となる文書については、1年以上の保存期間を設定する。 複数の職員や文書管理者、相手方による確認等により、可能な限り正確性を確保することなどを定め、定めることとしております。また、公文書を扱う職員一人一人の意識をより一層高めていくことも重要であることから、各府省職員向けの研修の充実等を図るなど、 公文書管理の質を高めるための普段の取り組みを進めてまいりたいと思っております。こうした取り組みを普段に行う中で、制度の見直しの必要性があれば、法改正も含めて検討をしてまいりたいと思っております。あのガイドラインでですね、1年未満の文書歴史的、歴史公文書の区別をしていくわけでありますけれども、その後一1月から3月までの間に、 各,役所各府省において、規則を、各府省ごとの規則を作っていただきます。この府省の規則につきましても、文書管理委員会、まあ、外部の有識者でありますけれども、公文書管理委員会において、それを見ていただいて、しっかりとしたものが4月から運用できるようにしてまいりたいと思っております岡田博史君。あの公文書管理法が制定されて8年になりますけれども、まさにこの趣旨が、 徹底されていないのは私は行政の怠慢だと思います国民情報公開透明性が高まっている中で国民の疑念が起きないような形でこの管理をしっかりやっていただきたいと思います梶山大臣はご退席いただいて結構ですどうぞ取り計らいお願いします大臣一岡田広志君 それでは松山大臣に保育士対策について、保育士不足の問題についても時間がなくなりましたが、1点だけお尋ねしたいと思います。あの27年の1月の補正予算の中で、就労支度金という制度ができまして、44億予算が組まれました、20万円、潜在保育士が保育士になると20万円支払って、2年勤めれば返さなくてもいいということですけれども、 これ2万2万二千人の予算が組まれてスタートした事業でありますけれども、当,当初250人ぐらいの人たちがしか使わなかったということになるんでしょうか、それで、えー、今度は28年補正、えー、10月の時に補正やりまして、これ、あの繰り越しと合わせてさらに19億円プラスして63億ということで、今度は一挙に20万円から40万円に就労支度権しました。 1>, 1年経たないうちに、検証もしないうちに、20万から40万になるっていうのは、ちょっと私、今までなあの国会にいて考えられないんですけれども、それだけ保育士不足は進行しているということなんだろうと思います。保育士は27年の厚労省の統計、26年の統計ですかね、えー、今、50万ぐらいいるんでしょうか、42万という数字出ていまして、この時の潜在保育士80万、介護福祉66万、潜在が52万、看護師は147万の人たちが 就労していていが71万でこの3つの数字だけ上げても、保育士は就労している人の倍近い人が、潜在でいるということを考えても、その人たちがなかなか戻らないという、そういう中で、今回、キャリアアップ助成金という制度をスタートしましたけれども、この制度、本当にあの現場、混乱してます、これちょっと時間がないから多くできま言いませんけれども、今回、 きょうの新しい経済政策パッケージというの新聞で報道されましたけれども、2019年4月から、保育士は人事院確保に伴う賃金引き上げに加えて1、1%月3000円賃金引き上げを行う、まあ、これはこれでいいことだと思いますけれども、介護職員については2019年10月から、勤続10年以上の介護福祉、これは一律。 月平均8万円相当の収遇改善を行うというのが報道されました。これはこれからの話ですけれども、やっぱりキャリアアップ助成金ということで7年以上で。えー 4万円の人を例えば、公価格の2人出すとか、あそしてその他をはらしてもいいとか、あ3年、えー、勤めれば5000以上やると、これ全部にやるわけじゃないですね、キャリアアップですから、しかし研修をやるといっても、現実に今年はみなしでいいんだけども、来年は今年の状況を見ながらあ、ここをどうするか決めるっていうことなんですけども、恐らく来年も保育研修、できないと思いますよ、4, 4, 4分野やれとか。 ということですけれども、1分や15時間かかるから、まあ、3日ぐらいかかるでしょう、代外保育士の予算も国は組んでるけれども、代替保育士がいないっていう現状ということです、で、他のおアップにならない人が、アップになる人の分も子どもを診るということになるんで、えー、このところ、やっぱり、えー、処遇改善とな,ならしてっていう、この介護福祉の月8万円と素晴らしいと思うんですけれども、こういう考え方にならないことか、この点だけもう時間ですから、あの、あの、 政府参考人、答弁はいいです、大臣の答弁だけ一つお聞かせして終わりたいいと思います松山国務大臣。お答えします。えー、保育士の処遇 <coughs> 改善でございますが、今年度からあ、えー、先生おっしゃるように、技能、経験に応じたキャリアアップの仕組みを構築し、勤務経験がおおむね7年以上の保育士に4万、そして3年以上の保育士に5000円と。 いうことで実施をしておるところでございます実施に当たりましては、この園内での給与等のバランスにも配慮をし、月約4万円の処遇改善については、加算対象職員の2分の1に4万円の処遇改善を行っていただけば、主任保育士を含むその他の職員に月額5000以上、4万円未満の範囲で配分するなど、まあ、柔軟な運用も可能ということにしております。また研修ににる要件は平成年度はこの要件件はは平成年度このを課さずに 平成三十年度以降、え職員の研修の受講状況等を踏まえ、まあ検討することとしております。えー、国としましても保育事業者への説明会、あるいは保育事業者からの相談対応などを行う自治体に対して、まあ必要な経費を全額補助するということなど各施設におけるキャリアアップの仕組みが定着するよう、まあ、支援をしてまいりたいと考えております。岡田弘之君。はい、あの時間来ました。あのやはりあのぜひ大臣、ここは。 キャリアアップということは必要ですけれども、やっぱり一律の処遇改善ということを念頭に言ながら、今度ぜひ進めていただきたいと思います終わります。